今日は一人転校生が来ている。ああ、どんなやつだ。気合入ってんだろうな。入ったか。では入ってくれ。どうも、ビューです。よろしくお願いします。はあ、なんだ、陰キャじゃねえ。こっち見てんじゃねえか。静かにしろ。それじゃあユビオ、お前はあの右端の席に座ってくれ。はい、失礼します。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。おいおい、ぼっち、おめえもようやく友達できたじゃねえか。よかったな。あ、いや、ちょっとやめてくださいよ。いや、僕はいいですけど、ユビオ君に失礼じゃないですか。これは千載一遇のチャンスだ。陰キャになりすます俺は、このクラスのカースト最下位、底辺として散々な目に遭わされてきた。しかし、それも今日までだ。その役割を、このか弱そうな転校生に押し付けてやる。転校したてで、いろいろ不安でしょうから、この学校のこととか、このクラスのこととか、教えようと思いまして。ああ、そうですか。ありがとうございます。まず、このクラスで重要なのは、あの3人組。あの3人に気に入られるかどうかで、この学校生活が大きく変わります。なるほど。気に入られるにはどうすれば。そうだな、ユビオ君にはちょっと難しいかもしれませんね。え、それはなんで。まあ、お三方は不良なのでね、自ら喧嘩を売ってくる、そのような気概を持った人間しか認めないんですよね。喧嘩を売る、そんなの無理ですよ。ですよね。でもそれしか方法はないんですよね。あ、でも喧嘩を売るだけですからね。もし喧嘩になれば、僕が身を挺して守りますから。はい。いや、でも。そうか、やはり難しいか。でもあのお三方に気に入られなきゃ、ユビオ君の学校生活が悲惨なことになる。喧嘩を売ることができればな。かー、どうしよう。あ、喧嘩売れればな。わかりました。やってみますよ。でも絶対止めに来てくださいよ。健闘を祈ります。おかしいだろ、お前、本当に。あ、てめえは気がってんじゃねえぞ。やっちまうぞ、お前。俺がやっちまうぞ。あ、あ、おい、見てんじゃねえぞ、お前。やるぞ、かもしれん。ほら、かもしれん。あ、おい、やっちまうぞ。あ、まずい、まずいぞ。早く止めに来てくれ、花山くん。なんで、なんで。おい、なめてんじゃねえぞ。ちょっと、花山くん、なんで止めに来ないですか。それに見てください、あの3人。めっちゃ怒ってるじゃないですか。一度評価を下げることが重要だったんです。はあ、騙したのは申し訳なく思います。しかし、この状況から指輪くんがしっかりといい人であることをアピールすると、最初からいい人アピールするよりも何倍の効果もあるんですよ。え、本当ですか。
はい、まずはしっかりと謝罪しましょう。ああ、はい。しかし指輪君が直接行くのは危険です。僕は代わりに伝言として伝えていきましょう。なるほど。では先ほどは申し訳ございませんでした。僕は仲良くしたいですとお伝えください。受けたまわりました。あ、なんだ、こっちが来たぞ。おい、てめえもあの転校生の仲間か。いいえ、僕は告げ口に来ました。あ、告げ口？指尾くんが殺すぞって言ってました。あんなくねえ、雑魚3人なら秒で殺せるって言ってました。あのクソメガネどこまで調子乗ってんだよ。ああ、ああ、ああ、出やがってやる。違うんです、違うんです。言い訳してんじゃねえぞこれ。いや、僕はなんだこれ。ああ、僕はなんだ、どうした。僕は皆さんとただ仲良くないだけ、本当に本当にごめんなさーい。ああ、ポニックになっていきなりおかしいことし始めた。ああ、このクラスのこれからのぼっちですね。ねおい、なんだあの一芸は。人間離れした指パッチン。ビブラートの効いた高音。最高のクラスメイトだ。おい、お前すげえな。なんか他のことやってくれよ。いや俺も混ぜろ。てめえぼっちなんだから座りしとけ。じゃ、行きますよ。タラララララおかしいな、なんでこんなことに。消すか。ああ、最初は不安だったけど友達できてよかったな。おい、ああ、そうだよそうだよ。指輪って言うんだけどや、こいつ金になりそうだから世界中回らせろ。ああ、よろしく。